今日はね、ハルイカエギング1キロアップするまで帰ればです。その兆候あいに降りた、降りましたね、降りました。八代亜紀、雨雨ふれふれ来ましたね。得意のタモ入れを試みたいと思います。ちょっとやってみたいと思います。これ20超えてます。これ尺を折るかもしれないね。皆さん、イカ発見しました。キロあるかな、キロあるかな、皆さん、これキロあるかな、しかキロないかな。よし、オンオンオン、勝手にオン、自動的オートマティックオン、あるなしか、キロあるなしか、皆さん、先が測る、先が測る、来ました、皆さん、ありがたい、大きい、押す、ちょっと先に測ってみます。ゼロですね、うん、いきます。ないない、うん、まあまあまあ、でもありがたき。はい、ってことでね、先ほどはアジングの方をね堪能してまいりましたが、まあ夕まずめ間近ということで、今からジギングの方をねやっていきたいと思います。なんか青物だったりマダイだったりが釣れるという情報が入ったので、ジャッカルのあのスライドスティックかなんかかな、 40g からスタートしたいと思います。言うて深いよ、ました、イカ発見しましたよ、イカ発見。来ました、イカ来ました、これはちっちゃい、ブリ上げれるな。タモ色の練習しますね、皆さん、これリリースするんで、少々練習大事、マジで。はい、そう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 、あざっす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 、あせっす、いや、このサイズじゃないんだけどね。いや、皆さん、これ落ち着いて、これね、そうなのよ、落ち着いてください。ちょっともすぐリリースできるようにしましょうね。ちょっとあんたもタモの中に追っとっておかよ。サイズちっちゃいですけどね、まあ釣れてくれました。ロングキャストのスローですね、 3.5 本、ありがたき。タモで返せばね、痛むこともないでしょう。ありがとう、ありがとう、はい、どうぞ。踏み覚えがあるポイントですよね、皆さん、よく見てくださってる方はわかるかと思います。2日目、夕まずめ、雨がね降り出したんでね、ちょっと一回宿に帰って心を整えて真剣勝負、夕まずめ、若潮ですね、満潮からの下げ始め、今6時半なんで、もうベストマッチ。2日目ここで決めたいですね、キロアップ。ちょっと風向かってきてるね、まあまあまあ、でも大丈夫な許容範囲、導入込んでいきますよ。塩がね、もう
流れてくれればね。いましたね。よいしょー。いましたよ。皆さん、ヌメット系でしたね。こっちがヌメット行きましたよ。タモ色のね練習をしたんで、追尾もないな。わ、しかも勘がかかってないわ。これ、うん、今かかった。今かかったっすね。よい、インしました。インしました。はい、来ました皆さん。いましたね、言うまでのタイミング。サイズはね、ない、まあ、測るまでもないね。うん、400ぐらいリリースしましょうね、早めに。すごくありがたきなのよ。よし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 、リアイスにかけます、思いを込めて。たぶんキロアップを連れて帰ってきてくれ、連れてきてくれ。頑張れ俺、頑張れリルレ。寒いよ。雨なのに虫も寄ってくるのやめてほしいわ、ほんと。ディアイソー、連れてきてくれ。ジャストでいいんです、ジャストで連れてきてくれ。今ディアイソーに思いを託して投入しております。 3.5 号ダートマスターリアルイソスジエビ。もう心がポキポキでございます。お疲れ様でした。はい、皆さんこんばんは。ちょっとね、雨をしのいで一旦ね、宿の方に、はい、待機しておりました。で、今土管の前、土管がね12時半ぐらい、夜中の今これ11時半ね、潮止まり前の動き出しを狙っております。ちょっと小雨ね、パラついてるけどね、負けません。はい、リル君負けません。ここはもうさっき散々打たれたんでね、あのね、もういいと、もうそもそもいいと、何しに来てるんだと、本当帰る気あんのかと。はい、あるんですけどね、本当もう帰んないとやばいんですよ。仕事もちょっと溜まってるんで。おっとおっと、落ちパクでした。一投目落ちパク、怖い。パタパタの脅威、ダートマスターの強み、殿下の宝刀落ちパク。昨日ねタモイでミスったんで、今日はねミスらないように、今日たくさん練習したんで、昼間ねお尻の方からタモを入れると。入ったろう、入りましたね。落ちパクでしたね皆さん。はいはいはい、開始早々幸先いいんじゃないですか。うん、でも400、500ぐらいですね。400、500、ありがたき。来ました皆さん、レックしてなかったけど来ましたよ。いやー、同じサイズかな、同じサイズですね、しんこちゃん。はい、ありがたき、メス頑張って、ありがとう。はい、ただいまです。ただいまですね、ないのよこれじゃない。こう削いでやろうかなって。なんで帰ってきてるんですか。皆さんね、見ていただいたら分かると思うけど、釣れてるんで、1キロは？トータル1キロ釣れてるんで、1キロ釣れたんで帰ってきました。ポンコツなのよ。もう答えがポンコツでしょ、もうリスナーさん。どうでした企画。キロアップ釣るまで帰れません企画。キロアップ釣れるまでですよね、キロアップ、はい、うん、まあ、トータルアップしてる、ね、トータルとか一生言葉言ってないのよ。そしてもうある程度皆さんダメだなって、それはダメなんだろうなって思ってるのよ。コメント欄荒れてます。なんで帰ってきてんだよ。全員ポンコツやった。いやでも言うても、うん、あんたたちどんぐらいやった釣ったと。いや関係ない関係ない、いや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 、関係ない関係ない、結局逃げて帰ってきたっていうところで一緒だから。逃げて帰ってきてるのよ。いや誰にって、誰にって自分によ。自分に。まあ僕2日、2泊3日だったんですけど、
雨が何やってんのかなって思い出してですね、雨に打たれながら。あなたも行くんですよね。どこ？え？どこに？1グラム1円企画ですよ。行かないと。いやいや、そのあなたもじゃない。じゃあもう帰ってきてるんだから。どうだよ、犯罪当たり前じゃない。これもう歴史として犯罪なの。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 もう帰ってきちゃったら犯罪じゃないですよ。もう歴がついちゃうんですよ。いや、もうついちゃうのよ。人権はないわ。ないわ。ということで、もう3人でもうこれはもう行くしかないでしょうね。じゃあリスナーさん助けて。忘れちゃったね、今ね。リスナーさんもう分かってるもんね。もうこれで行かないといけなくなっちゃいましたね。キンキン行きましょう。そしたら行きましょう。だから一泊二日でしょ。はい。ワンデーやったと。ワンデー誰がお前コンタクトかって。アキビルじゃねえわ。取り替えじゃないわ。ちょっとね、やっぱ過酷にしないと。そういうこと、その日は食えない。例えばイカのアオリイカ 100g 釣りました。はい。だから100円になるじゃないですか。はい。だからおにぎり一つ100円の用意してるんで、うん、お腹が空いたらそれ換金するっていう。システム的に釣らないと換金できないシステム。そんなシステムなの。はい、そういうことです。じゃあそれやっていくと。そうですね。なるほど。3人で、うん、3人で。まあちょっと不本意ですけど皆さん、うん、1g 1円企画をね、近日やっていきたいと思います。今回はリルレの方がヘッポコだなと思った方は、はい、高評価、チャンネル登録やられてない方はチャンネル登録もよろしくお願いしま す, お願いします。あとベルマークも押してもらえば通知くるんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す, お願いします。あと何、 TikTok もやってんの。やっちゃってるんですよ、おじいさんたちが。頑張っちゃってるんで。ジジイが TikTok。 はい、はい、合言葉ジジイが、そういうことです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本当に俺企画せんば。今で決まるよ。今も撮り終わって言うなよ、じゃあ。